今日は2019年12月8日ですね、1時20分。今日は最新長官がお休みで、これは昨日の長官ですけれども、天星信号という一番最初の一面にあるコラムにちょっと面白いことがあって、読んでみますと、古い文章を読んでこの書き手には未来が見えていたのかと思うことがある。武者小路実篤の日米戦争はまさかないと思うがというのがあるんですね。日本が米英との戦争を始める17年前、雑誌文芸春秋に載った、その中に書いてあることは、恐ろしいことはなかなか起こってこないように見えて平気で起こってくるものである。戦争の起きる17年前にこんなこと、そう書き出す文章は日米戦争の噂が出ていることを懸念し、そんな戦争がいかに馬鹿げているかを論じている。いわく日本が戦えば結果は明らかだ、米国も損をするだろうが一番馬鹿見るのは日本だ、戦争は国を富ますのではなく貧乏にするんだ、日本の運命は今実に大事な時で狂いかけているのを感じる。もう17年前にその日本が、まあいわば気違いじみたといえば例があるんですけども、そういう戦争に突入していくのを予言したんだね。そしてその17年後、1941年2月8日真珠湾攻撃が始まって、始まったんだけど、その時にはここに書いてあるのは、その時武者小路に非戦論の面影はなかったって書いてあるんだね。これが面白いというか残念というか、まあ悲しいというかね、今まで言ったこの非戦論者としての面影がなくなって、何と言ったかというと、真剣になれるのはいい気持ちだ、僕は米英との戦争が始まった日、なんとなく公然とした気持ちで往来を歩いたと開戦直後に書いている。戦争が始まった日に自分はなんか気分がいいよ、勇ましいよ、17年前に言ってたのは何ですかって言うんだね。文豪の変わりようは冷静さを失った日本の姿そのものであろう、国力の差に対する懸念は勇ましい声にかき消された、言論弾圧、そしてメディアの迎合により批判は失われていった、不況や貧困に対応できない政治は信頼を失い、軍人に光が当たった、非戦論者としての武者小路は人間の殺し合いや武力で勝負を決めるなどという時代はもう過ぎ去ってしまったと思うと述べていた。まあ、この述べていたというのはいつ述べていたのか分かりませんけどね、戦争の17年前に述べたのか、戦争が終わってから述べたのか分かりませんけども、その理想は今も成し遂げられていない。だからこの戦争が始まった直後に言った、あ、戦争が始まって気持ちがいいな、嬉しいなっていうふうに人間が変わるという事実ね。これでその以前に17年前に言ったその当たり前のことですよね、当たり前のことが今日本中世界中でそのように感じながら人たちがいっぱいいて、もう気に入らないというか戦争すればいいじゃないか、そのためには自衛隊を強くして軍備を持って、やられたらやり返すんだ、もう戦争が終わって70何年経ちますけどね、ああ戦争というのはひどいもんだ、やっちゃいけない、まあ8月頃毎年言いますけども、終戦記念日とか原爆の日とかに戦争は二度と繰り返していきますけれども、口で言うだけで
だん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 みんな腹の中でそう思わなくなってしまっていて、戦争をやりやすくなるような法律が作られたりね、自衛隊の軍備がどん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 金を使った強大なものになって、航空母艦まで作ってね、イージス・アショアなんちゅう役にも立つ高い機械を作ったり、そういうことが繰り返されてもそのことに批判しないというね。そして何よりもね、世界中がなんか優しさとか慎み深さとかいうものを失いつつありますよね。人間が非常に獰猛になってきて、自分さえ良ければという、そういう生き方をするようになって、その結果心が殺伐としてあちこちでいじめが起きる、殺人が、テロが起きる。その武者工事実篤のような人ですらですよ、時代の変化に流されて以前持っていたきちんとしたものの考え方が失われていく、この事実は非常に重く受け止めなきゃいけないですよね。してや武者工事ほどのでない人間は簡単にそれまで戦争というのは悪いものだというふうに思い込んでいたのに、そうは思わなくなる。やったっていいんだ、やれやれ、今次第にそう変わっていくんじゃないかな、まあ、気がしてしょうがないと思いますよね。
ということで今日はこれぐらいにしておきます。